るく、激しく、新しく、そして美しく、世界が注目する女子プロレス、 We are Dynam。 月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。粘り強く、そして大技もしっかりダメージを与えつつ、それでもこれがいいドロップキックしますね。何かこう花田選手、はい、上谷選手ってこう闘志が見えるかのようですね。はい、もう全ての技に説得力があって、うん、もう全力っていう言葉に合ってる選手ですよね。そこですよね。はい、そしてニールキック早い、ね、このニールキックももう出し始めてかなりね時間経ちますけども、どん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 フォーム良くなってますね。さらに破壊力はこのバイシクルキックとともに増しています。立場が人を作る実践体現のもう一撃、上谷沙耶の蹴り、うなぎはまだ返していきます。今日は助ける、助けに入る者はいません。乗ってる乗ってる、乗ってきましたかね。またやっぱりね、いやもうあの 1.5 からあのフェニックススプラッシュ出しましたよ、ドームでね、はい、イブシコータにフェニックススプラッシュ対決挑むぐらいの、あの発言するわけですよ。なんともうはちゃめちゃでもありますが、それが彼女の最大の魅力。やっぱり乗ってる選手しか言えないですよ、そんなこと。本当に乗ってる上谷、いや私がと、おここだ。大勢で今度はリング上で城門突破、トドロキに向けてえぐい。うなぎはそのね、今波に乗りに乗ってる王者上谷からひっくり返すベルトを取ることで、はい、自分の光に全部もう持ってくるわけですから、その輝きはさらに勝てば自分のものになるわけですね。そうです、それがチャンピオンですよ、うん。うなぎの攻め、大技構成、場外でもリング上でも大爆発しています。そしてうなぎ選手語るところに言いますとですね、よりますと大江さん、はい、やっぱりそのタム選手とのタイトルマッチですよね、うん、この白いベルトをかけての戦いがあって、はい、いやもっと辛い思いして、もっと泣いて自分自身を向き合って強くなれと言われて、また本当に強くなったということですからね。やっぱね、骨前の中の絆というものの中にやっぱタム選手のね、いろんな言葉の中にね、はい、いろいろ、白川にしてもそうです、うなぎもそうですけども、非常に心を動かされて、プロレス向上心をね、さらに高めたり、試合の中でのプラスアルファにつながることっていうのは今多いんですよ。はい、小泉というのは本当に固い絆で結ばれてますから、その辺も含めても今日は取りたいですよね。その専門誌週刊プロレスのユニット大賞というベストユニットも受賞したんですね、はい、うん、そんな中から個人の戦い、私もと行きたいんですが、こちらは上谷の一撃、パラン選手、はい、だいぶ鋭く突き刺しましたね。いやもうすごい、なんかもう刺さりましたね、すごく、はい、あれはきついですね。また後方から見えないところからの攻めが続いてくる。ミサイルキックもそうです。フォールの体勢、まだカウント2。今お互いかなり消耗してますけど、ちょっと今うなぎはきついですよね。うなぎの方はきつい、ちょっときついですよね、うん、となると上谷どうか、
ここはスープレックスホールド。右の肩を思い切り上げるのはチャレンジャーです。まあ、着々とね、フェニックスに向かって持っていきたいところは必ずあると思いますから、はい、ウナギはそこをさせちゃいけないですよ。そうですね、それをさせたら終わりですよ。それからスタークラッシャーもありますからね。まだ引き出しありますからね。これだ、分かっていた。そう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 、ウナギ、いや、もう一回あそこからジャーマンを突破した。うわすごい、アナン選手、はい、あの技にかけてますかね、ウナギは。いやすごい、それが伝わってきますね、しかも全部えぐい角度で入っているので、すごいですね。3発ヒットさせて、さあここは腕も捉えてくる。今度はウナギが攻めの時間ですが、思い切ってバイシクルキック。2人の執念、もう15分か、あっという間です。ただいい試合は早いよね。これは30分一本勝負、あっという間ですね。スピードを持って、うわ、さらにそのままスクールボーイからぶっこ抜いての投げ。今体勢、半身なんて崩れましたけど、体勢保ってたらちょっと厳しかったかもしれないですね、今のは。よもやカウント3、粘りに粘るうなぎさやかですが、花田選手、はい、ちょっと上谷が想像以上の技出してきますね。追い込んできますね。ねえ、来ちゃう。わ、させるな、うなぎ。させない。いやいや、飛ぶんだと上谷。未来に向かって、未来が現実となった瞬間を再びと上谷。さあトップロープは、まだ遠い。うなぎが蘇生している。そしてこの体勢からジェーン、大不変者、雲の彼方に。さあその彼方にチャンピオンです。まだまだです。今力ないですね、開始にね。上谷が心配な状態、心配というか大ビハインドとなりましたね。うなぎ、うなぎも飛びますからね。ここだ、行くのか、一番高いところから。これよりはスラム入る、入った、入った、おお、2つ。まだまだです。これレフリーによっては入れちゃった場合人もいるんじゃないですか。今急遽もう本当に2.99 どこじゃないですね、今のは。限りなく3、3に近いですよ。なんとこのまま攻め込んで2度目のチャレンジで、おっどうする、腕を捉えて回ると、この1からか、裏か、これも頭がマットスレスレ、本当ですね。なぜ回れる、あそしてキック、喉元、膝裏入ってますね。離れた位置からの回転もあまりに鮮やか。いやこういうところの判断力はね、判断力って頭で分かってても、頭でつながらないもんですけど、全てつなげています。上谷はそれができちゃうんですよ。脳からの指令、指先、足の先まで。そしてひらめきあり、またすり抜けた、すり抜けた、え、どうする、今ドルフィンズアリーナだ、ってどよめきましたよ、見ているものの心の声、本当にすげえ試合だ。となるとどうだ、大江さん、ありますね、うなぎ動け、あの 12.29、 あー、通常より厳しい、膝思いっきりですね、突き刺しました、胸あたりにもう、いやー、うなぎを突き刺し、すっげーなー、
すっげー防衛、上谷沙耶初防衛に成功です。いやでもこれね、2人ともすごいね、やってくれました。また新年この一発目の大場所で、このドルフィンズアリーナからやってくれましたね。なんとお仕事、すごい試合だわ。これが私の白いベルトの戦いってことですね、簡単に。